エンジニア、マーケター、デザイナーの案件探しなら DYM テック。希望の働き方に合わせてご案内します。詳しくは概要欄をご覧ください。マニュー取材のヨットです。アメクリです。今回の企画は年収いくらでしょう。よっ、はい、ということでですね、銀座コリドー街にやってまいりました。はい、やってきました。久しぶりのロケですよ。今回の企画は我々インタビューをします。インタビューをして、その人の年収は最後まで聞きません。その人のいろんな情報を聞いて、その人の年収がいくらなのかを当てようと。なるほど、はい。まあ、ちょっとタメクリさんね、クイズ企画弱いんで、はい、そこら辺の感度を磨いていただこうかなと思って、はい、挽回していきたいと思います、はい、外した額の累計で大きかった方が視聴者に5000円分の天城プレゼントにしましょう。 YouTube のコメント欄にしていただいて、その中から選んでですね、良かった人に対して5000円の天城プレゼントしたいと思いますので、それでは早速、はい、コリドー街ロケ行ってみましょう。皆さん、ご年齢は24です。今働いてる業界は会計系。会計系、いや、これ結構高いでしょ。これ高いでしょ、はい、皆さん同じ会社ですか。同じ会社。なるほど、なるほど。同期、なるほど、なるほど。最近買った一番高いもの持ってなんですか。冷蔵庫です。ちなみにおいくら。6万円ぐらい。あ、6万円の結構、6万円らしいよ。どうですか。覚えてないんだよ。覚えてない。一人暮らし始めた時に初期費用。いつの話だ、最後でそれ。結構最近です。結構最近。いろいろ見えてきたぞ。ギター5万ぐらいです。5万買えるんだもん。今住んでる地区は江東区、豊島区。そっち側の会社なのか。職場どこっすか。大手町。給料高いところ結構、高いでしょ。当てれます。会計経営系、25歳、大手町で今3年目。1年目っすよ。いやー、それ分かってないわ。それ分かってない。初期費用、冷蔵庫って、これはもうね、1年目っすよ。近かった方を正解って言ってください。もう30歳時年収大体でいいんだよ。後で教えてください、はい、僕はですね、30歳時850だと思う。800万。じゃあお姉さん方、正解聞いていいですか。30歳の時いくらぐらいになりますか。1000ぐらい。マジかよ。まあやっぱタメ君さん分かってないな。会社名教えてもらっていいですか。監査法人。くぅー、3人とも会計士試験受けての合格して入ったパターンですよね。そこまでは読めてたのよ。俺読めてなかった。そこまで読めたよね。25歳っていうから絶対そうじゃんみたいな。こんな年齢層ばらけてる。監査法人の仕事の魅力ってなんすか。もう僕らこれね、年収チャンネルずっと言ってるんですよ。人の書類こうやってペラペラやるだけじゃねえかっつってめっちゃディスりまくってるんですけど、魅力教えてください。建前で言ったら、投資家の保護のために、まあ、財務省の監査をして、企業に対してこう住み付きを与えるっていう社会的な役割がいいから、そこに対して参与できてるっていう達成感という。めちゃめちゃ綺麗なこと言いますよ。本当。建前で。え、本音は。本音はみんなこう給料がいいとか。やっぱそうよね。独立できるとか。え、結構会計士の人って独立するんですか。上司の人で見たら結構監査法人というかは本職とか、あとは監査法人あんまりいない人が多い。いい仕事っすよ。しかも独立の夢まである。まあなるのが難しいけど、安定もしている。僕らなんてね、明日職はなくなる YouTuber ですからね。いやほんのほんの。分かりました。じゃあすいません、今日インタビューお付き合いいただいてありがとうございました。はい、ということで一組目。いや、年収高かった。年収高かったですね。ということで差額200万と150万が今負債として乗っかかっておりますと。いや、まさか1000万というか負けたのが普通に悔しい。いやいや、それはね、分かってないですよ。会計系って言ってて、あの年齢で新卒って言ってたじゃないですか、はいはいはい、ってことはなんか私業か引率かどっちかなんですよ。で、引率ではさすがに文系あれだけ揃ってあの年齢のばらつきはないんで、はい、基本的に文系の私業系だろう。いや、見た目にエリート感ないから、まあ言って800万ですよな。いや、でもやっぱ監査法人らしい真面目な感じの監査法人。高いですね、1000万いくの。高いですね。安定もしてるし、安定もしてるし、普通に羨ましくなった。ということで、まあ50万差はね、まだまだ差じゃないんで、ちょっと挽回しに頑張りましょう。行きましょう。早速なんですが、はい、ご年齢からいただいていいですか。年齢は今32歳です。おお、これは結構稼いでる。お仕事の内容は。お仕事は自営業。あら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 、これは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 、なるほどね。自営業の内容を簡単に言うと、コンサル関係。これは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 、これだから役員報酬を当てるのか年収を当てるのか迷うな。もともと会社員の時はどんな会社ですか。もともと会社員の時予備校の講師してて。予備校の講師からコンサル。そうそう、本当に全く
別ジャンルになってしまったんで、ちょっと怪しいな、ちょっと怪しいかもしれない、ちょっと怪しいな。大学はまあ、そこそこ、どのランクに、どのランクに、まあ、アーティスト系、まあ、そんなあたり、補聴じゃ頭がよくて、で、コンサル系で、ちなみに起業して何年ですか？起業して今、2年です。2年駆け出したんで、今のお住まいは？今は、どちらか、家賃は？家賃は12万円くらいです。じゃあ、どっちにします？役員報酬か年収か。役員報酬でいい。いや、僕は一体、いいよ、株に出すね、じゃあ月60万取ってると仮定して720万円。あ、分かってないな。1000万はありますよ。役員報酬、いや、あります。正解は、80万くらいです、月が。ほら、だいたい960万。ほらだってね、もうお兄さんのバッグ見て、これもう、ほら、うわ、見てなかった。ほら、このバッグ、このバッグの人がね、60万なわけないじゃん。いや、これおいくらですか、ね、ちなみに50万ぐらい。ほら、50万のバッグ買える人なんてね、1000万超えてんの買えないのよ。ということでね、また僕の勝ちということで、すいません、お姉さん、お付き合いいただきありがとうございました。しっかりしてくださいよ。いや、ちょっと次は必ず張り合いがないですよ。いや現段階ですでに2問目にして150万差がついてる。いえ、一瞬、まあ、確かにね、こんな感じで僕ね、あんま外さないと思うわ。声かけ担当僕なんで。まあ、じゃあ有利になる人連れてきていいっすか。マイナビ社員連れてきてください。マイナビ社員ですか。じゃあ次行きましょう。はい、行きましょう。はい、ということで3組目に来ていただきました。ちなみにお二人は会社の同期ですか？そうですね。はい、じゃあお二人とも大体一緒ぐらいの5年齢で同期で、まあ、大体同じぐらいの年収ということですね。はい、そうですね。差あんの？いや、よかったよかった、びっくりした。まずい。基本的なところから聞いていきたいんですけど、年齢はおいくつですか？今年25人。25。じゃあもう3年目とかになるんですか？実は金星なの。あー、来た、理系のか分からんやつ。業種は？業種、あ、じゃあ業界にしますか。業界か。そう、ちょっと、まあ営業っす、営業系。場所は？大手町。今どこ住んでるんですか？江東区。多いな、さっきから。2人とも営業職なんですか？営業やってる。普通に外回りとか、日系ですか？日系です。大学名聞いてもいいですか？京大。兄弟で大阪です。大阪大、はい、分からん。神戸大よりどっちも頭いいじゃん。ほんまにすいませんでした。生声ですいませんでした。最近買った高いもの教えてもらっていいですか？1年目なんで。あ、そうですよね。大したものはね、名刺入れですかね。何の？ロエベの。なるほど。ネクタイっすかね。どこの？ホールスミス買いたかった。ああ、新社会人らしいですか。マジで分からん。理系出身で営業。2人とも理系出身なんですね。大手町本社なんですね。社員数どんぐらいですか？5000。業種だけ教えてもらっていいですか？商社。はあ、これはちょっとピンポイントで当てに行かないといけない。大手町でしょ。あそこっすよ。俺ちょっとピンときてないけど、企業名まで言いますよ。やめて。そんなの先に言っていいですよ、負けてるんで。ミスミス。あ、そっちじゃないんだ。大手町か。竹橋ではなくて。カモン。あ、分かりました。カモン。オフィス隣で。知らねえ。あの、うちの会社の女の子たちがよくナンパされてました。竹橋で？はい、竹橋にあります。もう年収分かった。30歳の時の想定年収で、どっちが近いかなんで、僕らが言うんで、大体これぐらいの金額ですっていう。どうぞ。1200万円。あのね、多分1100万だと思う。ここで100万重要っすよ。じゃあ30歳で年収教えてください。1500万。嘘だろ。本当に言ってる？なんで？ちょ、海外調査入れてない？平均取ったら、マジ？マジ？そんな高いんだ。そりゃ総合商社モテますよね。今は？ちなみに新卒で入りました。500ぐらいでは。1年目では。でそっから30歳でもあと5年しかないでしょ。新卒は2年目からぐんぐん。2年目くらいだから。引率で1年しか経験してないのに何ができるよお前ら。いや、なんかすごいかっこいい2人に見えてて。いや、怖い言うてるやん。いやもう最初から花があるなって思う。マジかよ。じゃあ海外駐在何年目から行くんですか？平均5とかじゃない？5、30になったぐらいで行って、その時にはもう海外駐在と手当てがエグいんでしょ。1500万。利用外で一番モテる。ほんまにそれ、だけちゃんとしてて給料高くて、ちゃんとしてなくて給料安いやつがいっぱいいるんだよ。言い過ぎだろ。コンビがいいし。ありがとうございます。ちょっと大幅に負けたけど、めっちゃ取れた。ありがとうございます。ぜひぜひ、これお願いします。マジか、こんなハイスペックいるんだ。マジか、ちょっと待って、今で100万差。あっぽんねー。
50万差まで埋まりましたね。次だ次。かっか総合商社。いや1500万はちょっと想像してなかったな。いやないでしょそんな企業。兄弟半大の印刷、ね、デリケ大手総合商社のトップ2のうちどっちかっすよね。いや久しぶりに人の年収と会社名聞いて興奮しました。いやテンション上がりましたよね。テンション上がった。キーエンスとは違 う, エリーとか。キーエンスの村証券とかは違うね。違うガチモンが出てきたわ。次行きましょう。行きましょう。4人目の方に来ていただきました、はい、よろしくお願いします。見るからに稼いでそうだ、ね、そうなんですよ、モテそうだし。誰もボタン2個目まで開いてるもん。お姉さんお年齢からお伺いしてもいいですか？28。俺結構年上に見えてた。ちなみに業種とか不動産は営業ですか？お給料はインセンティブ制ですか？そうです。基本給と成果給と。オフィス銀座ですか？ずっとその会社にいらっしゃるんですか？転職して1社目は不動産ですか？1社目は不動産ですけど。これは営業力あるタイプの人。お住まいってどちら辺ですか？スカイツリーなんです。嫁の職場が近い。お家賃のほどは15万ぐらい。最近買ったもので贅沢したなって思うものって何ですか？いや、ちなみにおいくらでしたか？100ぐらい。あ、高っ。車も家も持ってない。車も家も持ってない。今の持ち物で一番高いものって何ですか？全部1万円ぐらい。本当に？本当にわかんねえマジで。でも絶対稼いでると思う。俺見た目も端正だし、靴がちょっと汚いのが気になる。うるさ、うるさ、失礼。この人汚いと思いますよ。ちなみにこの靴いくらぐらいですか？これ9000円ぐらいです。ほうほうほう。これもワンチャン稼いでないで。嘘でしょ、嘘でしょ。あ、そこまで見る。営業成績聞いちゃダメ。営業成績聞いたらそれ僕負けてるんで、ちょっと先にお願いします。お兄さんの年収は800万です。700万です。おー刻むね。今の年収教えていただいていいですか？お願いします。700ぴったり。マジで？さあ来た。本当に嘘。もうちょっと稼いじゃないですか？そうですよ。もう見た目は1000万プレイヤーなんで。見た目はもうなんか1500万プレイヤー。いや靴営業出身だけあってそこら辺の感度高いね。営業は靴から。ちなみにインセンと基本給の割合って不動産営業ってどんなもんなんですか？基本給ちょっと高くいただいてるんで、インセンはまあ隣じゃないですか。それでじゃあインセンティブのその比率の方が同期みたいな、そういう人によって契約変わるんですか？結構あります。それはもう一軒売っていくらみたいな、利益率に応じてみたいな。保険から不動産に転職したのは稼ぎたいから。まあそうそう。ノルマってあるんですか？しばります。しばかれるんですか？令和なんです。令和ない。しばかれはしないですか？しばかれはしないです。ちなみに会社は大手ではないです。あ、そうなんだ、ね、はい、マックスでお知り合いでその業界会社で稼いでる人ってどのぐらい稼いでる？3000ぐらいです。3000。いや、3000いくんだ。えぐいよ。夢がある。ちなみに稼げなかったらいくらぐらいになるんですか？基本給の本当に400とか。そうですね。シビアの業界。ありがとうございます。ありがとうございます。お仕事頑張ってください。ありがとうございます。はい、逆転しました。マジか、はい、最後の際。いやー勝者のせいだな。いやー盛り返したー。マジか。年収チャンネル歴何年ですか？いやー、まあまあ年収新人です。どうも金藤です。才能の塊金藤です。マジであんな稼いでるオーラ出してさ、靴見なきゃ。1200万ですよ。見た目のオーラとかはあったけど、これは履き潰すまで頑張って稼いでるバイタリティ系かなって思った。1000万超えてて靴汚い人見たことないでしょ。あるよ。あ、それ理系でしょ。山本山本の靴。確かに。ということでですね、累計で最後100万まくられて、僕が50万近い。俺が50万遠かったの、はい、これはもうね勝者のせいだよ。僕の方が見る目がありますから、はい、ということで、まあ、今回は負けたのでコメントをいただいた方にですね、僕は自腹で5000円分の Amazon ギフト券をですねプレゼントするので、いいコメントをくれた人限定で選びたいと思うので、ぜひぜひこの動画のコメント欄の方にですねコメントをください。こちらからご連絡させていただきます。それでは年収いくらでしょう。これ動画編は今回終了です。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、行ってほしい街であったりとか地域ありましたらぜひコメント欄にお書きください。お待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。